京都方面新快速米原経由大見塩津駅です。有馬勝から阿賀保姫路の順に止まります。
京都方面、前原経由の新快速大尾市を追記です。次は加古川に停まります。
Thank you.
ました。京都三笠線。この電車は右側2番乗り場に着きます。車内にお忘れ物ございませんようご注意ください。赤い。青やつ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 。あ、しまったね。あ、しまったね。待ってる、あれ。え、ちょっと待って。待ってた。待ってた。快速大見市を続けて、まもなく発車をいたします。
Thank you.
からで後ろ8両を切り離しをいたします。後ろ8両切り離しをいたします。大見所追記は前よりの5両です。
たします。高齢者は北陸線の長浜、高槻、津本方面に参ります。新快速の道を追記です。高齢者につきましては、東海道線の電車ではございません。大垣方面では参りません。ご注意ください。向かい側八郎乗り場の列車にご乗車をお願いいたします。高齢者は北陸線の長浜、高槻、木の本方面、近江、塩津行きです。お乗り間違いございませんよ。ご注意ください。11時、1分の発車です。東海道線の普通、大垣行きは、向かい側八郎乗り場の列車にご乗車をください。お乗り間違いないよう十分にご注意ください。終点西尾津に各駅に停まります。大口を使わせ
行きの交通線7から大宮方面の新幹線列車と北陸線新宿行きの鶴岡方面の新幹線列車はいずれも終点の大宮終点急に連絡をいたします。新幹線まで降臨してご乗車ください。この車は前の列車より切り離しを行いまして予定を変更です。前から連行車、南行車、2号車、1号車、1号車、2号車、全部開けしております。お車内指導の後ろの車両1号車にございます。車両は宮崎です。車両1号車でご案内します。次は高田、高田です。
Thank you.
出口の左側にバスの人に到着いたします。どうかなってお戻してお待ちください。途中の整理しますというビルのことでお仕事にご注意ください。ただし列車次の大西を通信するとなり一旦職場にいます。ご注意ください。乗り換えのご案内ですが、次小瀬線長田から大見岩戸方面、小瀬線経由新快速姫路行き11時40分真田ホームの向かい側1番乗り場森田ホームでお待ちください。新行きの鶴岡方面新快速鶴岡行きは12時1分乗り場変わりまして南方乗り場です。ホーム後ろ売り階段地下道をご利用いただきましてお越しください。ありがとうございました。まもなく終点大西です。窓口は左側です。